はいどうもー、モーリーです。今回も湘南ベルマーレのコンオフの契約更新情報と移籍情報についてやっていきたいと思います。やっと湘南ベルマーレも契約更新の情報が少しずつ出始めてきましたね。また移籍対談や加入の発表もあり、新しく移籍の噂の報道なども出てきておりますので、今回取り上げていきたいなと思います。湘南ベルマーレの情報を少しでも知りたい方はぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、それではやっていきましょう。まずはここまでの湘南ベルマーレの契約更新情報を確認していきたいと思います。今週契約更新が発表されたのはこちら。今週は13名の契約更新が発表されましたね。まずはゴールキーパーから、富井大輝選手。今シーズンはソン・ボングン選手が怪我をしてしまった間に非常に出場機会が多かったですが、ビッグセーブにかなり助けられましたね。本当にどのシーズンでもトミー選手が出場する試合は安定しており、湘南の支えになっております。来シーズンもその素晴らしいビッグセーブ活躍に期待をしております。さあ、続いて契約更新があったのはこちら、馬渡裕樹選手。馬渡選手は今シーズンも少ない出場機会でしたが、出場した試合では素晴らしいプレーが多かったですね。毎回恒例となっていますが、来シーズンに関しては足をつらない試合でも勝利できる試合を増やしていってほしいですね。馬渡選手、来シーズンの活躍期待しています。さあ、続いてディフェンダーでは5名の契約更新がありました。まずはこちら、大岩和樹選手。キャプテンの契約更新が早くもありましたね。今シーズン序盤でチームが調子を崩すと出場機会を減らしておりましたが、終盤戦で右センターバックでスタメンに戻ると本領を発揮し、安定したパフォーマンスを見せてくれたのではないでしょうか。今シーズンのセレッソ大阪戦のおしゃれなアシスト、そして残留争い直接対決の横浜 FC 戦での気持ちのこもったゴール、大事なところで決めてくれるキャプテン、来シーズンも期待をしております。さあ、続いてはこちら、吉田新選手。今シーズンに関してはカップ戦などで少しずつ試合に絡んできて良いパフォーマンスを見せていましたが、来シーズンはリーグ戦に割り込んでくるような活躍を期待しています。さあ、続いてはこちら、岡本拓也選手。これで湘南在籍9年目となりました。もう9年も経ったんですね。今シーズン終盤戦では右ウィングバックでスタメンの座につくと、やはりゴールに迫れるプレーというのが非常に多く、岡本選手らしさを見せていたのではないでしょうか。本来持ち合わせている得点関与力の高さを来シーズンはしっかり発揮してほしいところですね。来シーズンも期待をしております。さあ、続いてはこちら、大野和成選手。大野選手は何といっても今シーズンのアウェー柏レイソル戦、あの劇的なアディショナルタイムの魂の得点は最高でしたね。来シーズンも湘南の最終ラインをお願いいたします。さあ、ディフェンダーラストはこちら、松村セレ選手。今シーズン途中で怪我をしてしまい離脱する形となりましたが、少しずつ試合に絡んでおりますし、出場した試合では安定したパフォーマンスを見せていたのではないでしょうか。怪我を治し、来シーズンに関してはもっともっとリーグ戦にも絡んでこれるような活躍に期待をしております。さあ、続いてミッドフィルダーでも5名の契約更新がありました。まず1人目はこちら、田中聡選手。今シーズン夏からの出場とはなりましたが、やはりその中盤でのボール奪取力に助けられた部分は多かったですね。今シーズンは得点関与というところはありませんでしたが、終盤にかけて取りに出ていくタイミングやビルドアップ時のポジショニングなど少しずつは良くなっている部分がありました。来シーズンに関してはさらなる成長を見せ、さらに得点関与なども増えてくることに期待をしています。さあ、続いてはこちら、鈴木淳之介選手。今シーズンはリーグ終盤戦に徐々にリーグ戦でも出場機会が増えてきました。この経験を積んで来シーズンはもっともっと試合に絡んでくることに期待をしております。
さあ続いてはこちら、大野瀬康介選手。今シーズン途中で怪我をして離脱して以降、なかなか出場機会を得ることができませんでしたが、やはりそのポテンシャルの高さ、サッカーセンスに関しては他のプレイヤーよりも一つ抜けてるなと感じるようなプレーが多かったですね。来シーズンは怪我なく、今季を超えるような得点、アシストに期待をしております。さあ続いてはこちら、バラダ・アキミ選手。今シーズン出場機会が減っていたので、契約更新になるのか不安でしたが、無事に契約更新ということで、来シーズンもバラダ選手の素晴らしいパスからのアシスト、そして強烈なミドルシュートでの得点に期待をしております。さあ続いてはこちら、池田正樹選手。池田選手も今シーズンは怪我で途中離脱がありましたが、終盤戦ではインサイドハーフでスタメンの座を勝ち取りました。中盤でのボールの引き出し方、そして池田選手の持ち味でもあるパンチ力のあるミドルシュート、今シーズン得点はなかったものの、来シーズンこそその強烈なシュートで得点を取っていきましょう。さあそして最後にフォワードです。フォワードの契約更新は1名でした。こちら、福田翔選手。今シーズン夏に加入をし、持ち前のスピードで最前線からのハイプレスで貢献をしてくれました。ただハイプレスだけで終わるのではなく、来シーズンはそのスピードを生かしたドリブルからの得点力というところに期待をしております。ということで、今週は湘南ベルマーレは13名の契約更新がありました。そして契約更新がまだ発表されていない選手も含め、現在の湘南ベルマーレの体制を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。まんべんなく契約更新が進んでいる状況ですが、やはりフォワードの選手はまだまだ契約更新が発表されておりませんね。特に移籍の噂が出ている選手や、期限付き移籍で加入をしていた選手たちの契約更新の発表が早く欲しいところです。また次週どのような契約更新が発表されるのか楽しみですね。さあ続いては移籍情報についてやっていきましょう。前回配信より更新のあった情報を紹介していきたいと思います。今週は公式から退団が1名、加入が1名の発表がありましたね。まずは退団から。今週発表があったのはこちら、若月大和選手、レノファ山口へ完全移籍です。今シーズン少しですが出場機会が増えてきた中で、持ち前のスピードは素晴らしいものがありましたし、まだまだ伸びしろがある選手だっただけに、個人的には他クラブへの期限付き移籍で経験を積んで戻ってきて欲しかったですが、今オフ山口への完全移籍となりました。新天地ではしっかり出場機会を得て得点を量産し、また J1 の舞台に戻ってきてくれることに期待をしています。若月選手、ありがとうございました。さあ続いては加入情報です。今週加入の発表があったのはこちら、鈴木優斗選手、ジュビロ磐田より完全移籍です。鈴木選手は今シーズン右サイドバックで38試合に出場し、3得点10アシストを記録しておりました。今シーズンは右サイドバックが主戦場でしたが、その前のシーズン J1 で戦っていた際にはウィングバックを主戦場としており、6得点4アシストも記録しておりましたね。攻撃に関してはパスの組み立てもうまく、内側に入っていき自ら得点を狙うことができますし、サイドでは駆け上がり、精度の良いクロスから何本もアシストを演出していました。また守備面でも非常に運動量が多く、ハードワークできる選手ですね。また182センチという高さもあるので、今シーズン左サイドで杉岡選手が担っていたようなサイドで相手を潰しに行くポイントを右サイドでも作っていくことができるのではないでしょうか。コンオフ一発目の動画で補強ポイントに挙げた、攻撃参加が得意で得点関与ができるウイングバックの補強を挙げておりましたが、まさに条件に合った選手の獲得になったのではないでしょうか。鈴木選手の来シーズンの活躍に期待大です。さあ続いては移籍の噂です。今回は移籍の噂ではアウトの情報が一つ出てきましたね。今回紹介するのはこちら、
畑大我選手、セレッソ大阪が獲得決定的という報道が出ておりました。セレッソ大阪に関しては左サイドバック山中選手が名古屋グランパスへの完全移籍が発表されておりましたし、左サイドバックは補強ポイントになっているかと思います。前回の動画ではセレッソ大阪が杉岡選手を狙っているという噂が出ておりましたが、杉岡選手の獲得が難しく畑選手の獲得に変わっていった可能性はありそうですね。ここに関しては湘南でも出場機会が減ってきていた畑選手が移籍する可能性は高いのではないでしょうか。また個人的にも畑選手は加入初年度に見せていたような縦へのスピードの脅威がなくなってきているように感じますし、他クラブで新しい環境でトライすることでまた一つ成長できると思いますので、新しい挑戦はありかなと思っております。畑選手の今後の動向に注目をしていきましょう。ということで移籍情報はここまでです。移籍情報ではありませんが、オフシーズンの情報ということで2024年の J1 リーグの開幕カードの発表がありましたね。来シーズンの開幕戦はこちら、ホームで川崎フロンターレ戦となりました。神奈川ダービーの開幕戦ですね。今シーズンに関してはアウェー戦で瀬川選手に決められ追いつかれてしまったドロー、そしてホームでは国立開催でしたが0対2と完敗してしまい、勝つことができなかったシーズンとなりましたね。直近相性が良かっただけに、来シーズンこそしっかり勝ちたい一戦となりますね。日程に関してはまだ分かりませんが、開幕戦の神奈川ダービー楽しみです。ということで今回はここまでの移籍情報についてやっていきました。契約更新に関してはホッとするものが多いものの、対談や他クラブからの獲得の噂が多かった中で、新加入選手第1号の発表はかなり嬉しいものがありました。年末にかけてまだまだ契約更新や移籍情報の話も出てくると思いますので、都度まとめて配信をしていきたいと思います。それではこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。また皆様からのコメントもお待ちしております。次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。